はメインブースへお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまより LMS 学園ユニトラックのステージを始めさせていただきます。詳細なご説明の前に学園シリーズをご存知でしたでしょうか。学園シリーズはリリースから23年、全国350校以上の導入実績を誇る大学様向けトータルソリューションです。学園シリーズには総合事務システムの学園ウェブサービス、学生支援システムのユニバーサルパスポート、学習支援システムの学園ユニトラックがございます。さらにこれらの蓄積されたデータを分析可能とした意思決定システムの学園クリックビューがございます。各システムには様々な業務プロダクトをご用意しております。この時間では学習環境の充実と LMS 学園ユニトラックのご紹介をさせていただきます。ここ数年教育分野では探検授業やアクティブラーニング、高校校授業の実現などご覧のようなキーワードが高まりを見せています。このような状況の中、大学教育の質転換や学生の向上に向けて LMS は今最も注目されているソリューションと言えるでしょう。 LMS に求められるニーズは大きく3点です。様々な教育手法に対応するためオンライン学習を充実したい、教務システムとの連携機能を低減したい、コンテンツ作成の負荷を軽減したい、このようなお悩みを学園ユニトラックが解決いたします。それではそれぞれのポイントについて紹介していきます。学園ユニトラックでは多彩な機能で主体的な学びを支援しています。動画の配信や確認テスト、課題提出、アンケートなど様々な教育手法に対応しております。こちらが学園ユニトラックログイン直後の画面になります。今は教員ユーザーでログインしているため、画面中央には担当している科目の一覧が表示されています。ここで一つ講義科目を選択してみますと、授業ごとに持っている講義室の画面に移ります。学園ユニトラックでは様々な機能をご用意しております。講義室画面中央には受講者の研修進捗や現在の試験、課題の出題状況などを一目で確認することができます。学習状況直結管理機能では学生個人の学習状況を一目で確認することができます。特別にメッセージを送信するなどきめ細やかな支援が可能です。続きましてこちらは課題画面です。通常の課題提出はもちろん、一覧区画分を設定することで提出した課題の相互閲覧、フィードバックを学生間でも行うことができます。これにより教員・学生間の総合校授業はもちろん、受講生同士の交流も可能となります。また学園ユニトラックではチームごとの学習も可能です。受講者内でチームを登録し、チームごとの課題提出やディスカッションといった学習にも対応しております。授業外にも活発な学生間の情報交換を実現いたします。続きまして業務システムとの連携についてご紹介いたします。学園ユニトラックは日本初の業務システムと自動連携した LMS です。業務システムで管理している授業、実習、学籍データを学園ユニトラックへ連携し自動作成いたします。 LMS 専用アカウントの作成も必要です。教員様、職員様の事前準備作業の大幅な削減を実現いたします。また出席情報を連携し、出席情報に基づいたコンテンツの配信が可能です。例えば4月13日の授業を出席した学生のみに授業動画の配信を行いたい場合には、このように欠席を指定することで欠席した人のみにコンテンツの配信ができます。
最後にコンテンツ作成の他にお悩みの大学様へご紹介したいのがこちらのゲットレコーダーです。ゲットレコーダーでは当日の授業がそのままコンテンツにできます。従来授業を録画、録音、LMS ではコンテンツの登録とコンテンツを配信するためには多くの作業が必要でしたが、このゲットレコーダーをご導入いただければ録画した授業が自動的にアップロードされます。教員様は授業開始の際にクリックするだけで自動的にアップロードされますので負荷を大幅に軽減していただけます。いかがでしたでしょうか。学園エデュトラックは多彩な教育手法に対応し充実した学習環境をご提供いたします。